小佐急中義4月25日から1937年10月10日は日本の教育者。本名は笹岡。生活綴り方教育運動を主導。1897年、高知県において生を受ける。父は笹岡くすぞう。植林妊婦で母は香るいずれも18歳だった。幼い頃から父と山で働いた。 1917年高知県市範学校を卒業すると、道県内の長岡郡、東本山村杉の尋常高等小学校の訓導になった。その頃の彼の十回はこうである。まず綴り方からと考えて私は教壇に立った。何々、式だの、何々、主義だのという縄張り内にこもる、流行の嫌いな私である。綴り方に何らのノリはない。 まして教授法などと担ぎ上げる秘宝のありようがない。何かするにはもちろん、思考にも行為にもある角度を持つ万人万様り方は、ある。それをもって、ここに教授法というのなら異論はない。綴り方が超えたり超えなかったりするノリにくっつかれたら、綴り方はおだ物である。隠すれば、うまくいくという、教授妙法があったとすれば、それは、綴り方作りの骨董いじりの暇つぶしに過ぎぬ。 小砂丘は、綴り方は、事故という子の発見である、という。題材は、子供に選ばせるか、教師が課すか。もろろん、自由先代で自由な表現を待つ、というのが彼の大方針であり、そもそも文を書くか書かぬかも当然自由であるべき、はずである。子供の創作力の全肯定こそが、自分の前提だ、と語っている。1917年。 秋沢静尾と結婚。千円は三年の結婚生活で結核のため死去。中義は病気療養のため一年間休職。1922年、26歳で、土佐郡鏡村梅木人上小学校の校長になる。橋本塔と再婚。彼は9年環境師生活を続け、1925年に、至って、大村。 対第一人上高等小学校校長を最後に、これを退き、東京において、池袋児童の村小学校を拠点としつつ、雑誌、教育の世紀編集に携わる。1927年には、鑑賞文選という児童向けの綴り方雑誌の編集の中心となり、1929年、綴り方生活という教師向けの雑誌を、児童の村の教師をしていた、野村義兵。 ミネジ・ミツシゲ、小林兼代という先生たちと一緒に相関。翌年には発行責任者につき運動を推進した。ありがとうございます。